やってまいりましょう。手持ちのつもすべて紹介し終えるまで終われません。続きましては白うさぎ不思議の国のアリスよりなんですが、白うさぎって赤のジャケット着てメガネかけてってまるでその綾野浩二君まろみたいな顔をしてませんでしたっけ。うん、この子メガネかけてないですよね。あの下にあるのが、下のなんか白いのが一応メガネっていう設定なんですかね。まあ、とりあえず、彼のツームはですね、時間を止める、まあよくある時を止まれってやつですよね。はい、というツームでございます。まあ、どんな感じになるかっていうのは、スキル発動の時に見せられたらと思うんですけど、不思議の国のアリスってね、前もアリスを使ってる時なんかにお話ししたことがあるかもしれないですけど、なんかなかなかその難しい映画ですよね。はい。ここをね、ちょっと離れていたとしてもこうやってつなぐことができるんで一気に消せるんですよ。はい、それがそのまとまってっていうのになるのか、それとも一個一個違うツム同士が消えているという風な考え方になるのかっていうところまでちょっと検証してないんですが、まとめてではなさそうかな。はい、まあでもやっぱりこう不思議の国のアリスっぽいですよね。まとめて消すっていう、まとめて消すじゃない、時を止めるっていうのがね。うん、まあ、これも使い方によってはもうすごいねレベルが高いかもしれないですよね。まとめて消せるんで、まあ、積む数がね、一個一個の積む数が多いと使えたりするかもしれないですけど、まあ、今回普通にねやってるんでね、まあ、というかアイテム使ってね積む数増やしたりとかしててね、点数が下がるとか上がらないとかってつもりはないと思うんでね、普通にやれば。うん、逆になんだろう、使ってたら減っちゃうつもりとかってなんかあるのかな。わかんないけど、よいしょ、チュッチュッチュ、あーなんかコインまで中途半端に消えようとしている。おい、これね時が止まるだけでね、まあ残念ながら時が戻ってくるわけじゃないですからね。あー終わっちゃった。意外に稼げそうで稼げないツムでございましたね。うん、これはちょっと誤算だった。もうちょっといけるものだった。そのこの倍の点数くらいいけるものだと思ってたんですけど、誤算でしたね。はい、ということでね、うさぎちゃんやってまいりました。では次回またお会いしましょう。バイバイ。